1937年に勃発したシナ事変を経済的に支えることはとても不可能となった。そこで日本軍が目をつけたのが、当時金と同様の価値があると言われたアヘンであった。強い糖水作用と中毒性を持つアヘンは17世紀頃にジャワから中国に流入すると、瞬く間に大陸に広がった。一時は人口の半分ほどがアヘンを吸引していたとも伝えられる。このアヘンビジネスを裏で操っていたのが、満州の影のボスと呼ばれた甘春正彦と彼の率いる甘春機関である。甘春機関は複数のダミー会社を経てアヘンを取引しており、その組織作りや人材集めも検定上がり、甘春が牛耳っている満州のアヘンに手を出せば命はないと恐れられていた。結果、満州国が誕生した1932年からアヘンによる歳入は年々倍増。1939年には1億2000万円という膨大な額に上っている。これは満州の国家予算の6分の1にも達する規模である。その権勢は絶大なものとなり、満州の昼は日本軍が支配し、夜は甘春が支配するとまで囁かれるようになった。